アバター書道家が始めます。目を閉じてください。はい、絶対見たらダメよ。はい、マドル、マドル、モデル、あ、モデルモデルさんは履いてください。はい、いいよ。はい、目を開けてください。ふ、見ちゃダメですよ。はい、制限時間は5分です。それでは、よーい、スタート。花。花は、細い。高い、うん、細くて高い、うん、口でかい。でかい、でかい。歯もでかい。すごい変顔してる今。すっごい変顔してた。顔、輪郭ちっちゃい。シュッとしてる。何色って感じ。好きとじゃなくて、見て何色っすか。黄色。なんかちょっとニコラスくんと似てるかも。え、雰囲気違うよ。雰囲気、雰囲気。あ、似てないって。本人は似てない。やだやだやだ、似やだやだやだ。特技は野球。あー、野球ね。バドミントン。お、僕と一緒。お、一緒じゃん。お、髪型、髪型、髪型。ずっとセンター分け。だんだんでも分かってきてるんだ。分かってきてるけど、うまく書けない。性格。性格。面白い。面白い。とりあえず面白いし。かわいい。面倒を見るのが好きだって。で、誰の面倒を見るのが一番好き。ガクではない。モノマネが特に。モノマネがうまいのはワンピースのフランキーとバルトロメオ。はい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 。確かに確かに。5、4、3、2、1、終了です。申し訳ないな。じゃあ、上から見せよう。はい、お願いします。せーの。やばそう。じゃあ、うまい。うまい。うまいな。うまいですけど。だいぶ言ってもらった特徴を確かに書いたかなって。まあ、鼻シュッとして。でも口大きく、で、前髪開けて、だいぶ分かった。次、ガクくわ。せーの、じゃじゃん。え、何も見えん。怖っ。なんかセンター分けだしね。あー、まあ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 。もうちょい大きく書こうよ。顔ちっちゃい。ガク、さっきからあかんな。ガク、ずっとあかんな。ガクは誰だと思いますか。ハヤテくん。おー、俺もハヤテです。じゃあ、はい、はい、じゃあ後ろを振り向いてください。ツッツッツッ。僕です。僕ラッピー。あれ、意外じゃないんだよ。うまい。じゃあ、ハヤテくんに書いた。これ、風磨くんめっちゃうまいっすよ。同じよな。似てるでしょ。ちっちゃいけど、ちょっと似てる。黄色好きって言ったから、輪郭とか全部黄色で書いて。全部書いてうまいけど、やっぱ気持ちこもってんのはこっちかもしれない。
こんな風に見えてるんか。これが、描いてもらった僕の肖像画です。ありがとうリンニアス。フランキーお願いします。フランキー、あーお。マジで似てる。マジで似てる。